はい、皆さん、丸山真一でございます。今日は5月の30日、今日はちょっと夕方になっちゃいましたが、今日のワンポイントトーク、それは公園です。船橋市は本当に公園が少ない町になってしまっています。公園というのは憩いの場になりますね。散歩している途中でこう座ったり、子供さんが遊んだり、本当に素晴らしい場所になっているので、まあ都市の潤いをもたらす本当に欠かせない場所となっています。ところがこの船橋はもう本当に少なくなっています。全国平均で見ると1人当たりの公園の面積はだいたい3坪ぐらい、畳6畳分です。ところが千葉県の平均を調べてみたら畳4畳分、2坪ぐらいしかありません。で、都道府県の順位は千葉県がなんと44番目、もう千葉県が全国の最下位クラスになっています。ところがなんとこの船橋の1人当たりの面積は1坪しかありません。畳2畳分です。全国44番目の都道府県の順番になってしまっている最下位クラスの千葉県の中の、さらにその平均の半分しか船橋市にはありません。やっぱり開発開発で人口がどんどん増えているのに、その人口人々のための潤いの場である公園が遅れているということになってます。で、船橋市はその公園をせめて全国並みにと目標を掲げていましたが、なんと今その目標を金繰り捨てて諦めちゃいました。どう思いますか？私はやっぱり公園を増やしていくために力を尽くしていきたいと思います。頑張ります。ありがとうございました。